渡辺厚史明治31年8月7日は、江戸時代末期から明治時代にかけての日本の映画者、教育者、実業家、旧名一郎。生は渡辺とも表記される。幕臣で、漢学者の渡辺重三郎の子として、江戸に生まれた。英一郎と名付けられたが、玄福寺に一郎と改めた。幕臣の父の転勤に従って、長崎と下田に住み、 洋楽を学んだ。幕府の洋書調べ書で英語を教え、大政奉還の後は幕臣を中心として開かれ、青州を頭取りとする沼津平学校の教授となった。廃藩治験後に東京に戻り、新政府に出資、大蔵省などを経て、東京外国語学校校長などを務めた後、漢学の世界に戻って、後期辞典の校程をほとんど独力で成し遂げた。 その後、実業界に転じ、渋沢栄一等と共に、東京成功株式会社の設立に参画、同社の初代社長となる。また、東京ガスや横浜選挙の開業にも、関係している。生涯に一度も欧米の土を踏んだことがないにも、かかわらず、その後学力は軍を抜いており、多くの分野での翻訳実績を作った。地学、軍事、 経済などの多方面に及んでいるが、最も知られているのが、イソップ物語を翻訳した、通俗イソヒロシ物語であり、これがベストセラーとなり、終身の教育にも取り上げられたために、イソップで蔵が立ったと噂されるほどの罪を築いた。ありがとうございます。